はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトの使い方を紹介していきます。以前いただいたコメントの中に、プロクリエイトの中のマスクっていう機能とマスクをクリップっていう機能2つあるんですけど、この違いは何ですかっていうふうに質問をいただいたんですね。で、今日はですね、その2つの違いですね、マスクとマスクをクリップの2つの機能の違いについて説明していきたいと思います。で、今回はこのフルーツの中に文字が埋もれたようなデザイン、これを作りながらですね、解説していきたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。今日はですね、直接写真をインポートして最初始めていきます。で、まず写真のアプリを横にスプリットビューで開いて、こんな感じでドラッグ&ドロップで放り投げます。で、画像を読み込めたら、まず初めにやることなんですけど、この画像をロックします。で、ロックするときはこのレイヤーパネルから左にスワイプでロックです。で、新しいレイヤーを追加して、ここにですね、文字を書いていくんですけど、今日使うのは、スタジオペンかな？スタジオペンを使っていきます。これです。で、ブラシの太さはこの左側の、バーから調節できるんですけど、これよりもっと大きくしたい場合は、このブラシ設定の中のサイズ調整っていうところ、最大を一番最大にしてもらうと、かなり太い文字を書くことができます。で、こんな感じでですね、今ざっくりスクリプトっぽい文字を書いてます。で、この愛の点のとことかって結構大事ですよね。一番集中するとこかなって私は思ってるんですけど、まあまあそれは置いといてですね、まあこんな感じで、文字書けたら、この矢印ボタンから、サイズ調整です。で、サイズ調整して、この画像のいっぱいいっぱいになるように調節してください。で、この次やることなんですけど、今この文字を太め度少し下げて、その下のライムの、重なり具合を見ながらですね、位置を調節していきます。で、大体のポジションを整えたらですね、一旦不透明度を戻してもらって、で、ここからですね、マスクとマスクのクリップの違いを説明していきます。で、まずマスクなんですけど、マスクはこのライムっていう文字の一部を非表示にしたい。消しゴムで消すんではなくて、一旦見えないようにしたいっていう時に使います。で、ここタップしてもらうと、マスクっていうのがあります。で、ここマスクを押してください。で、マスクを押すと、このレイヤーの上にレイヤーマスクっていう、白い箱の、レイヤーが出てくるので、ここにブラシで塗っていくんですけど、マスクのレイヤーに対しては白と黒しか塗れないと思ってください。で、今黒で塗ると消えています。で、例えばこれを白で塗ると復活するんですよ。で、白が表示、黒が非表示だと思ってください。消しゴムで消したのではなくて、一旦非表示にしているのがマスクです。で、この機能を使うと、今この文字とフルーツの重なりがあると思うんですけど、この文字の一部を非表示にして、うまくですね、こう文字がこのフルーツに埋もれているような表現を書くことができます。で、ブラシに関しては、エアブラシっていう箱の中にある少し固めのエアブラシっていうのがあるので、それを使って、このライムの、重なり、上に来ているライムに対してこう塗ってあげると、文字の一部が非表示になって、ライム、後ろにあるライムが見えてくるっていう感じになります。で、注意してほしいのは、レイヤーマスクっていうところを塗りつぶしているときは、ブラシの色は黒か白です。で、グレーでもいいんですけども、黒か白っていう風に思っておいてください。黒は非表示にするモード、白は表示するモードです。
はい、という感じでですね、今この文字の上に乗っかってるフルーツに対して黒で塗りつぶして、マスクを適用させてます。でレイヤー見るとこんな感じです、文字の上にレイヤーマスクがあって白黒で塗りつぶされてます。でこの上にレイヤー1個追加して次マスクオクリップっていうのに行きます。でマスクオクリップっていうのが何かっていうと、この下のレイヤーに対してはみ出さないように塗れるよっていうのがマスクオクリップなんですね。でちょっと今分かりにくいので名前を、レイヤーに対して名前をつけます。名前つけるときは選択すると名称変更っていうのがあるのでここから変えることができます。文字の上にあるのがマスクっていうレイヤーです。でその上にあるのがマスクオクリップっていうレイヤーです。でマスクオクリップはさっき言ったようにはみ出さないように塗れるレイヤーなんですけど、そこにですねちょっと色をのっけていきますね。適当にちょっと黒色っぽいものを取ってもらって、このライムっていう文字の上に塗っていきます。でこうやって塗っていくとこの白色のライムっていう文字の外にはですねこの黒色がはみ出さないように塗れるんですね。でこれが、マスクオクリップです。でこの機能を使うと今文字の上に乗っかってるフルーツのシャドウですね、ドロップシャドウをつけるのにすごい役立ちます。今現状だとすごい不自然というかね、この文字とフルーツがねうまく合成できてないので、ここでドロップシャドウをつけてあげるとすごいいい感じに馴染んでくれるんですね。で今からそれを塗っていきます。はい、でこんな感じでですねざっくりですけど、うまくこの文字とフルーツが合成できたんじゃないかなと思います。で今レイヤーとしてはこんな感じでですねなってます。でこのマスクオクリップのところ今の影のところちょっとね色が濃いなとか思ったので色を変えたいとき薄くしたいときは調整レイヤーの中から色相彩度明るさっていうのがあるのでそこから変更することができます。でこのマスクオクリップなんですけど何個でも追加することができます。今追加していてこのマスクオクリップ2っていうのを作ってるんですけど、まあじゃあ例えばこの上に違うテクスチャーみたいなのを乗っけたい時に新しいマスクオクリップっていうのを付け加えてその上にですね今回はじゃあ、ノイズっぽい表現を加えたい時とかに使えます。ちょっとね分かりにくいんですけど、まあ、この白い文字に対して少しブツブツというかノイズを加えたい時に新しいマスクオクリップを作って加えています。でこのシャドウとは別レイヤーになるので後で消したり、加えたりっていうのも簡単にできます。でこんな感じで完成になります。最後ですねちょっとサイズだけ変更して終わりたいと思います。ギアマークのところからクロップしてサイズ変更っていうのがあるのでそこからですねこうやってトリミングすることができます。でトリミングしたら完成になります。で今日はですねそのマスクとマスクオクリップっていうのの違いについて解説したのでこの2つがどういう違いがあるかっていうのを分かってもらえればそれで大丈夫だと思います。でまとめるとですねマスクは、その下のレイヤーに対して非表示にするか表示にするか隠すか隠さないかっていう設定になります。でマスクオクリップは、その下のレイヤーに対してはみ出さないように塗る設定です。全然違うのでそこだけ覚えておいてください。
本当名前変えてくれよっていうぐらいなんですけど、まあ慣れるとですね、だんだん分かってくるんで、ぜひね、いっぱい使ってみてください。で、昨日ですね、2019年の4月16日に、プロクリエイトがすごいアップデートをしましたね。プロクリエイトでついにテキストが打てるようになったみたいです。で、今手書きで書いてるんですけど、その必要もなくなるかなぐらいのすごいアップデートなんで、その動画ですね、絶対次に出そうと思ってるので、よかったら楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、今日は以上にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。